よし、ではでは、一度全クリして、DLC かをやっていこうと思います。やっていきましょう。ビームマジでよかったわ、帰ってきて。あのね今日テストで花丸もらったの。学校行ってんのか。頑張ったねって褒められたの。お前エコやで、モテモテや絶対。お疲れ様、調子はどう？グレイプニルの方で少し動きがあってね、あなたの耳にも入れたかったのよ。あの一件以来グレイプニルは総督の独裁制から未改正に切り替わることが決定された。あいつ落とされたんがざまみろカス。ガドリン総督自ら辞意を表明してね、多くの犠牲を払った責任があるとかで、海域捕食作戦を敢行する前から決意を固めていたそうよ。なあ知るかいや。これで新たな体制でグレイプニルが動き出すかと思われたけど、現実はそうじゃなかった。議会に選ばれた連中がね、誰一人としてリスクも責任も負おうとしないの。カスやな。判断も決定もできないから復興計画も進む気配すら感じられなかった。最終的にガドリン総督は周りに押される形で議会に入ることが決定したのよ。マジかよ。もちろん以前のような強い権限はないけどね。なんか釈然せんな。すっかり静かになったよな。この間までの騒動が嘘みたいだ。俺たちもクリサンセマムの港も元々請け負ってた仕事が戻ってきてよかったよ。やけにスムーズにことが運んだのは裏で総督の口利きがあったからって話も聞くが、ま、俺たちにとって不利にならないなら深くは突っ込まないさ。これでようやくもう一度スタートラインに立てる。苦労した甲斐があったな。いや、スタートラインより何よりフィムが帰ってきて俺は嬉しいわ。前半の大回覧の収束。表向きはグレイプニルによる手柄として処理されている。なのと。フィム。フィムの頑張りを思うと引っかかるところがなくもないが、必要な措置だろう。あまりフィムのことが公になりすぎても付け狙う連中が出てこないとも限らない。大回覧の中に現れた女神の幻影、これくらいに認識されている方がちょうどいいかもな。まあな、さっきからガチャガチャうるさいもんだ。フィムや、突っかかっとる。かわいい。あの時海域に起きた現象、先輩たちのエンゲージがきっかけだっただろう。エンゲージは感能現象で、感能現象は感情や意思が伝わる現象。ってことはさ、海域にも何らかの感情が働いてるってことなんかね。地球は生きてるってことや。久しぶりだな。すでに聞いているかもしれないが、しばらくこの船に搭乗することになった。俺はこの船で海域史のコアに関する調査解析を行おうと思っているが、その過程でいくつか仕事を頼むことになるだろう。協力してくれるか。おいよ。そうか、助かる。必要たらば俺をミッションに呼んでくれて構わない。期待に応えられるかはわからないがな。何にせよお前たちにはしばらく世話になる。これからもよろしく頼む。へえ。じゃああのあれに出るんや、相方に。改めましておはようございます。今日の仕事はこんな感じですね。よろしくお願いします。新たな教師、そんなんどうでもええ。あたりお菓子の回収、回収ポイントが入手者以外の、そうかい。お菓子の回収、ほう。タイムアタックはええわ俺。タイムアタックミッション、タイムアタックミッション、タイムアタックミッション、タイムアタック。多いな。ランク7。おお。6は？あれラスボスやが素材とかはないのか。ないっぽいな。了解。で7やるか、これや。ハウンドの正式旗揚げ。優雅やな。俺たちハウンドはクリサンセマムを主要拠点として活動する。すでに北欧全域から依頼が来ているが、
イルダとアインからの祝儀のようなものだ。記念すべき最初の仕事は俺に選ばせてもらった。まあ肩慣らしみたいなものさ。そやな、ドリルマン二人やろ。肩慣らしやん。ヒムおるー。ようやくスタメンや。スタメン。アインってどんな感じな。え、ちょっとようわからんから、これでいいです。いってらっしゃいませ。ご分を。サクッと終わらそうぜ。所詮ドリル前よ。あいつ近いんよな。来よる来よる。エンゲージ。やったやったっぽくね。ナイス。お前早く触れ。お前ドリルフデーが俺に勝てる思うな。こっちはオーディン倒すのに、お前、お前ごときに負けたまるかよ。はよくたばれ、おら。ああくたばれ、はよ食わせろ。ああ、来た。2や12来た。はい、お前はよくたばれ、おら。へい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 、くたばれ、おら。あと少しやろう、お前はよ落ちろ。長生きすな。おい、ボロボロやな。さっさとくたばれ、おら。にやったらに。ここや、おら。バカめ、くたばれ。ドリルマフゼがん、お、どうした。今日もお疲れ。怪我はなかったか。無論や。いいニュースがある。聞いてくれ。おう。ダスティーミラーとハウンドの合同で準備を進めてきた新たな事業に動きがあった。うーん。これからダスティーミラーへ向かい、この事業に加わってくれる協力者と合流する。おう。詳細は向こうに着いたらアインから説明してもらう予定だ。なるほど。事業の資料はデータベースに入れてあるから目を通しておくといいかもしれないな。俺たちの次の明日の始まりだ。よろしく頼むな。ああ、今仕事やって。新規事業仕事らしいわ。アインのお家に行くんだね。お邪魔します。かわいいな。新事業の概要についてはキースが取りまとめたレポートがデータベースに上がっているはずだ。詳細、ん？詳細な説明はダスティミラーに到着後改めて行うが、事前に目を通しておいてほしい。お前たちには期待している。よろしく頼む。新事業ってさ、キースががっつり噛んでるんだよな。詳しく話聞こうとしたんだけど、なんかそのなんとかかんとかがどうやどうってわからん。俺も結局スイマには勝てなかったな。お前もあれだよな、ちょっとよく分かってないグループだよな。そうでもない。はい、嘘、今目が泳いでたぞ。新事業の情報はデータベースにまとまってるんだったよな。ダスティミラーに着くまでに目を通しとかねえとな。見なあかんのかな、めんどくせえ。新事業の話は聞いている。対抗適応型装甲、確かバランでも似たような研究はされていた。技術的ハードルが高すぎるという理由で頓挫したはずだったが、その理論をキースが完成させるとはな。キースほんま天才やな。あれ、キースの才能と努力が生み出した希望の種、みんなでしっかり育てていこう。キースやるな。ちょ、データベース見ようと思ってんけどわからんかったわ。ちょっとごめん。今アインさんに提出するレポートで忙しい。え、事業のことについて詳しく知りたいって？興味があるの？じゃあちょっとだけ教えるよ。俺とアインさんで対抗型ん対抗適応型走行っていう技術を研究してるんだ。読みづらいな。この装甲を施した海域踏破船があれば、
もっと遠く、もっと長く海域の中を航行できる。これを使ってビジネスをやるんだけど、ごめん、やっぱ時間ない。忙しいねんな、大変や。お疲れ様です。ダスティミラーへ向かう航路設計が完了しました。いつでも行けますよ。了解。追加エピソード、もう一人の鬼神が解放されました。もう一人、俺だけやろ。なんで俺以外のね。普通。目的地の変更。ダスティミラーとハウンドによる共同事業推進のため、本船は目的地を新規設定し転進します。新規目的地ダスティミラー、すでに航路周辺で複数の荒神の存在を確認。実力を持ってこれらを排除してください。ボコボコにせえよということでね。任せろ。それでは行ってらっしゃい。おお、なんかあれやな、見送る時も元気になったよな。まあ余裕よ、所詮一回倒してるやつや。よう転倒しよるわ。あ、やべ、あぶねえ。今の危なかった。おん、お前痛い。ガード大丈夫だった。お前、お前食った。え、ちょっと待って、3人死んでる。ちょっと待って。あ、痛い。いや、もう全滅やないか。リスポーンやんな。ふざけんなよ。ふざけやがってボケ、ほんま。クレアや、逃げるんかんだよお前。お前逃げんなや。戦え、おら。お前一回全滅させといて逃げれる思うだよ。お前ほんだら、早くたばれ。痛い。早くたばれはね。はい、じゃあ次。なめるなお前、咲き上がってこの野郎。あ、やべ、またお前移動してばっかりやんけ。逃げんなこら、お前こら逃げるな、こら。うん、くそ、お前逃げてばっかりやな。食わせろお前。逃げるな、どつくしょうが。ガード、危ねえ。ジャスガになっていく。なんでや。あ、ほんだら逃げまくるなお前、やりづらいの。さっさとくたばれ。ん？着いた？ユーゴから話は聞いているだろうが、ダスティミラーとハウンドは今新たな事業を起こそうとしているらしいな。この事業について資料は確認しているか？見てないです。そうか、では少し説明しておく。あ、優しい。我々は今大きな可能性を秘めた新技術を研究している。適応走行うんぬんかんのやろ。お前たちハウンドの技術者キースが発案した対抗適応型装甲という画期的なものだ。それそれそれ。その装甲は海域の変色傾向の変化に応じて自律的に構造を作り変え侵食を防ぐという特性がある。フィム分かってるか。エイジのように生体レベルでの対抗適応はこれまでも可能だったが、うん、それを無機物に応用することは不可能とされてきた。過去の技術者たちによってな。だがキースの発案はそんな常識を打ち破るものだった。全く大したものだ。対抗適応型走行が実現すれば海域踏破船による超長距離航法が可能になる。航行距離の制限が緩和されることでより安全で効率的な航路を設定できるようになるわけだ。なるほど。
あらゆる港が求めることは疑いようがない。うん。この対抗適応型装甲の完成に向けて成し遂げるべきことがある。というと？回覧手荒神の討伐およびそのコアのダッシュ。回覧手、回域手じゃなくて回覧。俺たちが狙うその対象は周囲の海域を活性化させ限界海域を超える濃度に引き上げる特性がある。ああ。いわば歩く回覧。そんな中で戦えるゴッドイーターは限られている。やから俺らってことか。お前とフィムの力が必要だ。頼めるか。やりましょう。フィムおるしな。期待している。回覧手荒神との戦いには俺も出る。おう。そしてもう一人協力者を紹介したい。入れ。誰？久しぶりだな。あ、お前。彼のことは知っているな。ああ。彼もまた俺たちと同じく高い海域濃度に適応したゴッドイーターだ。え、連れてくの？実力は俺が保証する。赤の女王でも五種に入る腕前だったと聞いている。アイン、過度な期待はやめてくれ。俺は俺の仕事をするだけだ。あ、そう。俺は事実を述べたまでだ。回覧手討伐はここにいる4人で行う。うん。互いにコミュニケーションを図り、討伐へ向けて準備をしてくれ。マジか、ルルとか連れていけんの？回覧手の生息地の特定のため、これから船は索敵運航に入る。はい。対象を発見次第、討伐に向かう。伝えることは以上だ。なるほど。